それをうまく生かして私の望むように会議を誘導しなくちゃ。今はもうよくわからない。借金を無事に返済できたら彼は連絡をくれるのだろうか。冗談じゃない。今さら連絡なんかくれてもこっちから願い下げよう。でもあなたはマリアの父親なのよ。せめて一度でいいから会ってあげて。愛というのは貫くのも辛いのですね。誰？びっくりしたわ。ごめんなさい。考え事をしてて気づかなかったみたい。何？いえ、ローザ様を今苦しめているのは愛ゆえにです。違いますか？唐突ね。何の話かよくわからないわ。ローザ様はマリア様の父親に借金の連帯保証人を求められ、それを引き受けられました。困った子ね。クラウス兄さんが話してたのを廊下か何かで聞いてたのね。ローザ様はとても聡明な方です。連帯保証人を引き受けることがどういう意味を持つかよく考えもせず引き受けたわけがありません。席こそまだだったけれど、これから結婚する相手でパートナーだと思ってた。私の名前がなければ借りられないお金ならそれに協力するのが未来の妻の役目だと思ったのよ。未来は来ましたか？皮肉よね。私はあの男のことを何度も忘れようとしたわ。でもね、忘れても借金は消えないのよ。でもね、こうも思うの。私が立派に返済しきったら、それは彼が私に与えてくれた愛の試練に打ち勝ったという意味にもなるの。結局は返さなくちゃいけない借金なのに、どうしてその結果得られる愛を先に自ら捨てるの？返済してから考えても遅くはないと思わない？これがキリエ様の言う地獄なのか？そうね。
何の話かは分かりかねるけど、私の世界が地獄で満たされていることは間違いないわ。それはどうやったら終わらせられるのですか？さあね、それが分かったら誰も恋の病に蝕まれたりはしない。キリエさんの話が出たから言うけど、彼女の話は私にとって希望、夢なの。マリアはまだ9歳よ。キリエさんが待った18年のまだ半分じゃない。それくらいで音を上げてたら彼女に笑われるわ。あと9年で奇跡が起こると思いますか？それを疑ったらおしまいよ。ある意味私は亡霊なのよ。私はすでに死んでいる。それに気づかず生きている。決して来ない人、永遠に待つ亡霊。そうよ、彼の夢を応援したいなんて甘えたことを言ったあの日に、私は多分もう死んでいた。やっぱりあの日は後悔すべき日だったのかしら。俺には夢がある。海外を巡りたい。このちっぽけな日本を飛び出して必ず大物になって帰ってくる。懐かしいわね、あの頃の私は。互いの途方もない夢を認め合うのが恋人同士だみたいな考えだった。だから彼も私がデザイナーとして大成してパリで新作を発表して取材陣にもみくちゃにされるなんて夢を楽しそうに語って喜ばせてくれたわ。互いに互いを浮かれさせてふわふわし合ってる感じ。だから彼が日本を飛び出したいなんて言い出した時、私はそれを喝采して応援を約束したわ。私はあの日彼を見送ったことを長いこと誇りにしてた。今も誇りにしてる。でも後悔もしているんですね。そうよ、あの日泣きわめいて反対してたら私は地獄に落ちなかったかもしれない。それを笑顔で見送ったのが私の勝利。違うわ、それはある意味戦うべき時を自ら放棄した先輩みたいなものだった。私はその負けを美化して男の海外への挑戦を笑顔で見送り、海外しく娘と帰りを待つ良き女の幻想に酔ってるだけ。電話一本よこさず彼が教えてくれた住所への郵便も転居先不明で戻ってくるのにね。ここが地獄よ。戦うべき時に戦わなかったことを死ぬまで後悔する地獄。私はその地獄に娘まで引きずり込んでいる。いっそ誰かに殺されたい。お前はすでに殺された亡霊なのだと宣告されたい。恋は戦わなくちゃ地獄を這う。そう、恋は戦うもの。勝って得るか、負けて死ぬか。でもどうか死を恐れないで。なぜならそれは安らかな眠りだから。真に恐ろしいのは勝てず、そして死ねもしなかった眠れぬ亡者たちの落ちる地獄。その地獄に終わりはない。恋の戦いは戦いもせず死ねもしなかった者に最も残酷なんだ。恋は当たって砕けろってわけだ。そういう討ち死にはせいせいするよな。人を最も苛む毒薬は恋を腐らせて作るという。その苦しみはどのような悪趣味な地獄の拷問をも上回る。
わかります。その種を芽吹かせるも死なせるも自由でも、そのまま胸の中で腐らせればきっとその毒は私を永遠に苛む。それこそが我ら千年の魔女をしても最も恐れる、世界で一番恐ろしい拷問だ。見届けよ恋を愛を軽んじる者たちよ。この牢座の地獄こそが恋の種を芽吹かせる勇気を持てず、腐らせたる者がたどる末路。その苦しみは自分の手では終わらせられない。失礼しました。え、何？そのソファーはローザ様が幼少の頃好んで横になられたものと聞いております。おやすみなさいませ。ローザ様、あなたの地獄は今終わりました。これで僕のノルマは終わりだ。見届けたか、悪魔ども。しまった。よくもママを殺したな。よくもママを殺したな。以上の殺しは不本意だ。でも火の粉は払う。
うりゃあ、お前、うわ、外交官特権、僕とマリアを照準することを許さない。しまった。ところに、ウリュウ、マリアをいじめる人は誰であっても許さない。ママを奪った罪、許さない。殺す。ママがみんなを殺したように、無慈悲に殺す。ゼパル様、フルフル様との契約によりお命頂戴いたします。シャノン、邪魔をするな。無駄だよシャノン、マリアは誰にも照準できない。はい、照準など大それたことはいたしません。ただ私は身を守るだけです。